中国の李強首相が経済フォーラムで演説し、中国経済の先行きに完全に自信があると強調しました。24日に始まった中国発展ハイレベルフォーラムには、アメリカアップル社のティム・クック CEO ら日米欧の企業幹部らも参加しています。開幕式で演説した李強首相は、不動産不況などについて困難や問題は想像より悪くないと述べ、リスク解消のため地方債券の発行など対策を進める考えを示しました。中国政府はおよそ 3.9 兆元、日本円で80兆円規模と説明しています。また製造業や医療分野などで外国企業の投資規制を緩和するとした上で、中国経済の先行きに完全に自信があるとアピールしました。